中央流行疫情式中心は非常時に中華民国の衛生福利部国家衛生式中心の元に設立する伝染病の監視、防疫政策の策定及び促進、感染症の予防と管理に必要な政策を担当する。常設の部署ではなく防疫政策の必要に応じて都度設置される。日本の報道では中央感染症式センター、あるいは 中央流行液常識センターと訳されることもある。デング熱で NHCC 会議に出席した行政院副委員長、超吉政自加熱の法定伝染病指定に伴い、発足した NHCC 会議に出席した超吉政2005年1月18日、行政院衛生省によりそれまでの生物病原災害中央災害応変中心。 反生物恐怖攻撃式中心、中央流行液状式中心などを束ねる国家衛生式中心が設置され、その中核組織として式中心が機能を果たすことになる。2009年4月28日、H1N1 夜景による2009年、新型インフルエンザの世界的流行に伴い、行政院は衛生所所長用かな川を総指揮官とする式中心を設置した。 2013年4月、H7N9 和系による鳥インフルエンザが中国大陸で流行した際に設置され、疾病感染症所長の長報義が指揮官となっている2015年9月、台南市を中心にデング熱が蔓延し、国内感染者が1万人に迫った際に設立。2016年2月、中南米で自家ウイルスによる自家熱の流行が確認され、 風が自家熱流行を国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言した翌日に政府は自家熱を法定伝染病に指定 CDC は所長の各アキラ数を指揮官とする対策センターを発足させた中央流行駅常識中心の記者会見2020年1月20日新型コロナウイルスの発生に伴い貿易レベル3級の 現住特殊感染性肺炎中央、流行液状式中心が組織され、疾病感染症所長であった修治博士が指揮官となり、その後23日には2級への格上げで、衛生副理部,部長の陳治中が新指揮官となった。世界規模での感染が認められた2月末に1級へ最小格。3月9日に副指揮官が任命され、内部組織が強化された。 国内感染者ゼロが2ヶ月近く経過した6月に、セックは男子卓球選手ジャン・ホンジェを貿易新生活のイメージキャラクターに寄与した。組はチームに相当。式中心では1月の正式発足後6月上旬まで毎日欠かさず記者会見を開いていたことから、主要メンバーは、阿チ阿中部長、鋼鉄部長、五国神人志、厚し,厚し教授、 小幸、高校などと相性で呼ばれるようになり、陳次中、張のぼ厚氏、小人、小、修二広しの4人組は、流星花園出演ユニットになぞらえて、海4、または、陳宗彦と CDC 副所長のラハジメヒト氏、いずれかを加えた5人組を男性ロックバンド、5月天になぞらえて、貿易5月天と呼ばれるようになった。秀で2019年末に転載されていた、 武漢の感染状況の投稿を発見した書院の通報から即座に貿易政策に反映させたセック、最連勝のラ・ハジメヒト氏は、貿易界のコナンの異名で知られるようになった。2020年5月、民間シンクタンクの新台湾国策地庫が発表した世論調査結果では、閣僚県セック指揮官の陳時中に対する支持率が93%に、 セックが統括した政府の貿易政策全般についても91%が満足と回答した。相当、蔡英文は自身の2期目就任式典に閣僚続投となる陳時中以外の貿易5月点と CDC 副所長のらはじめトシら現場職の人員の出席を要請した。2020年3月、ジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・メディカル・アソシエーションにセックの 対策が紹介された。2020年6月、日本政府の専門家会議に参加していた、オミ・シュゲルは台湾の準備体制を優等生と評価した。ありがとうございます。